映画を作るのが夢だった。あの頃は無職だった。会社でリストラされた。いつまでもブラブラしてないで、いい加減に仕事探せよ。あのさ、ちょっと話があるんだけどさ、ちょっとこれ見てくれる？映画制作のすべて？専門学校、名古屋ビジュアルアーツ？まあいいんじゃない、好きにすれば。あのさ、実はね、映画作ってさ、大儲けしたら1億円ぐらいすぐ稼げるからさ、これ、1億円の前金。気分だけでも億万長者？何これ。まあ夢のつもりで。ただのガムじゃん。今はガムだけど、そのうち本当の1億円になるけど。まあいいんじゃないの、本当に好きにすれば。はあ、本当。でもね、そこまで自己中な生き方するんだったら、もう明日このうち出てってください。え、私も好き勝手に生きさせてもらいますから。じゃ、あてもなく家を出た。友人のラーメン屋を手伝うことになった。こうして別居生活は始まった。ふるさとを遠く離れて成功を夢見るか。今は人生を語らず。時は過ぎ、なんとか自分の店を持つこともできた。はい、いらっしゃいませ。ネギは日本一のネギ、埼玉県の深谷ネギを使っております。甘みがあってサクサクとして絶妙のぬめりを持った極上のネギです。今ではあの時のガムはすっかりネギに変わってしまったが、10年歩いた思い出に悔いはない。でもいつかはガムを。ネギラーメン食べに来てね。頑張ろう。頑張ろう。降参なくして降信なし。